はい、こんばんは、ハーミーです。今日はですね、ちょっと、編集なしで、ちょっと一発撮りでですね、ちょっと商品レビューをしてみたいと思います。特に、このために買ったとかっていうわけではなくてですね、以前にもう買っていたものの紹介になるんですけれども、私がですね、ちょっと今元気の源としているですね、ものの紹介をしたいと思います。それはですね、薬局とかに売っているかとは思うんですけれども、ちょっとこちらになります。キオレオピンとネオと書いてあります。これがですね、とっても次の日の仕事にですね、影響を与えるほど効力を持ってるんですよね。こういったですね、カプセルも一緒に入っていてですね、これの中身が液体なんですけれども、ね、こうピチャピチャこうしてるでしょ、これね。これをですね、一つのカプセルの中にこう入れてですね、こうひたひたに入れて、カプセル閉めて、で、朝と、夜と飲んだり、ちょっと時間がないなって思う時にはこう2錠一遍に飲んだりとかっていうようなことをしてですね、飲んでいるんですけれども、これちょっとニンニクの成分がちょっと入っていてですね、ちょっと匂い気になるかなって最初は思ったんですけど、全然大丈夫かなと。夜寝る前に飲んでですね、次の日のこう目覚めが違うというか、なんていうんですかね、なんかこう朝起きても、なんか辛いなって思う時ってみんなあると思うんですよね。ただこれ飲んでからですね、ものすごい目覚めがいいです。はい、なので今ちょっと毎日夜寝る前とかにですね、これを飲んで寝ています。どんな感じでなるかと言いますとですね、こういったカプセルが、ね、見えるかな、こんな感じであるんですけど、これをこう取って、これに、この辺かな、ピュッと、こんな感じで入れて閉めると、こんな感じですね。ちょっと上の方をね、量入ってないですけど、あんまりこう いっぱい入れすぎると、この蓋した時に中の空気がギュッてこう出てきて、こう中身ビャーって出ちゃうんですよ。なので今ぐらいがちょうどいいね。これをですね、でこの2錠、ね、これね、これ、飲みました。これでね、明日もきっと元気に一日過ごせると思います。以上、キオレオピンネオの紹介でした。